プレフィートライ。さあ伝統の一戦といっても過言ではありません、アキラ対リオン。さあリオンがここまで上がってくるとは正直思っていなかった人が多いんじゃないでしょうか。さあジジイ、あの好調のジジイを破っての決勝進出、しかもチビタ温存。さあ決勝トーナメントでまだチビタ出てません。さあ先方対決はランカとエンタ、行ってみましょう。さあランカが攻める。さあ若手対決受けてから、ランカが先に取る。さあ飛んできて崩していく。いやー攻める攻める、ランカあっという間リーチ。さあアキラチームの起爆剤として、さあここまで機能してきました。エンタン、さあ押されております。ここからどのように立て直すか。あのスケで、ガード前に出る、ミドル。さあ投げていく、一本取り返しますが、さあランカセットポイント転倒中。選球かぶせる、全てガード横の横腹崩れ。さあエンタン02から22、勝ったのはランカ。さあランカがまずは一人抜き。さあこちらの先方対決は人造対キング。いやキングが 3-0。さあアキラチーム2人目ブームダンス。さあ先に前に出たのがリオンチーム。ラウンド1レディーゴー。さあ情報から見て、蹴り上げて、ガードしている。抜けてる、崩せよ。さあムームーも一苦労、抜けてからさあ浮かして本部をつなげる。じゃあほっチャンネル抜けて、負けてない1-1。さあ突き放して拾っている、浮かす、ふっ。
ディール。このポイント転倒。張り付いて、さあ落ち着いてる、中引いて落としに行く、転げ、危ない、どうなった、ムーム、あー押し切る、ムーム破れる、さあもうキングが2連勝、さあランカとキングが走る展開、さあキラチームはそれでもいつものリズム、リズムを崩しません。さあ3人目はタネ、2連勝、どんな展開になるんでしょうか。さあ投げていく、積極的に出る、行かせ、さあ反動、さあ崩して横に来て、さあランカーがここまで引っ張って投げていく、一日さあメインクラブはどんどん、また抜き、止めた、さあリオン対キラ、さあ伝統の一戦にふさわしい展開、さあそして2人目、ピエールかな、さあピエール登場、さあ張り付いて、さあ割り込んでくる、さあまたしてのピエール、
さあ切り取ります。マドリから、いいかな。ああ、ここ取った。さあ、タレ取ります。いいシーン。浮かす。さあ壁引き越しに行く。削る削る。さあタレ2本取ってセットポイント。抜けたかな。見ている。抜けて横動くピエール抜けたから、しゃがんでる。ゴーシュー2-2。わからない。浮いた。さあ、溝の馬力、リオンチーム、タネが力で負けていた。さあ、アキラチームはツートップ。さあ、本当の戦い、ここからです、ここから。さあ、まずは先にできたのはジョセフ、ジョセフとピエールの対決。出せ。止め。ピエールが先に取る。抜けて。マドリー。なんと 2-0。 さあターミネーター・ジョセフ、ドレイが勝っているのか。今年さあ一本取りです。こういうのが入り始めた。さあこれ飛び、そのトリッキーな技が。ジョセフ冷静。2-2。捕まえる。ジョセフしのいだ。ゼロ2から3本練習。さあさすが優勝3回、屋台骨を支えた男。さあこっから2オン2。さあ旬チームを3択、いやもしもしそう秋がいるんだね。さあ秋が秋
チビッタすぐだね。残り3枚。さあアキと一つ目の対決、さあカッサラ、さあ巡ってさあドミルが一本選手、さあ飛んでくれ、抜けてから上センキュー、どっちなんだ、攻めている、カメラ当たる、さあ11返す、返していきます、さあ投げから避けて、さあ、ゴングだ、さあ、足り抜きリーチ、どうでしょう、出し切る、さあ、ダブルリーチなるか、距離取って、さあ、距離線展開、さあ、接近戦のドリフ抜けている、パスダウン入って、抜けて投げ、女性組の虎勝利、さあ、2位、選手たくは来い、アキラリオン謎の相乗効果、さあステージを大将に渡せるか、副将対決、そのまま2連勝してしまうか、さあスグルとジョセフ副将戦、参りました、行かせて、さあスグルが一本選手、さあ確実に技割っていく、もう一丁、出し切る、さあすぐセットポイント、うわあ3-0、さあついに本丸、さあアキラチーム残りは大将、さあ監督の奇跡を起こしてきました、ホームスアキラ伝統のリオン対決、さあ残り2枚、ホームスアキラ、
ムス。そして、さあ、ノーサーキャラが一本選手。さあ、ニーゼロ。いかして、これだけで当たっている。崩す。負けてない。さあ、舞台は整った。2014年アキラリオン対決準決勝大将戦。予選も出てないそうです。初登場、この1試合にかけます。さあ、本日一番最後の登場じゃないでしょうか。21時過ぎに初登場。さあ、リオン対アキラ大将戦いってみましょう。攻める。さあ、ノブサキラ一歩前へ出た。けどそれ、抜けてからの、さあ、リセット。泣いて、いやー、逆転、アキラ決勝進出。